よろしくお願い申し上げます。勝った、ありがとうございました。どうかあと一歩、もう一押しのご支援を。民主党の人たちは何て言っていたか、人口が減ったら成長なんかできません。彼らはそう言っていた。日本人はやればできる、正しい政策を前に進めていけば人口が減ったって成長をすることができる。3本での政策で人口減少に挑み、そして GDP は皆さん543兆円になった、493兆円から50兆円も皆さん増えたんです。皆さんやっぱりやればできるんです。安倍一強政治を許すのか否か。2つ目はしがらみ政治のままで、このまままったりとした安定を続けていくのか。2020年のオリンピック・パラリンピック、団塊の世代の皆さんがいよいよ後期高齢者入りをしていく。政策そのものの見直し、立て付けから考えなくてはいけないのではないだろうか。自公で政権を取り戻して経済を上向きにしていきましたから、あの約束した当時と比べると国と地方の税収は22兆円以上も増えているんです。今手を打たなければ間に合わなくなる、この少子化高齢化のためにその8割の中から2兆円を使い道を大きく変えて、しっかりと社会保障子育て支援に充てようというのがこの公明党自民党の皆さんへの訴えなんです。仮に9条2項、陸海空軍その他戦力はこれを保持しない、これが残ったとしても後から別の項目で自衛隊を保持すると書いたら2項が死んでしまうんです。9条を9条たらしめている9条の命は2項にあるんじゃないでしょうか。9条2項が壁になって海外派兵を食い止めてきた。改めて皆さんに旗を掲げさせていただいています。それは右でも左でもない上からの政治、上からの政策に対して草の根の声を踏まえた草の根からの民主主義を、暮らしの足元に光を当てて社会を下から支えて押し上げる政策を、こうした上からではなく前に進む新しい旗を立憲民主党として掲げさせていただきました。要はね、経費というものは税金でこれも経費いただいてる、本当に経費かどうか納税者が分かるようにする当たり前のことを自民党から共産党までやってません、やってないんです。皆さん、こういうね、あまりにも民間とかけ離れた特権階級、これにまずはメスを入れていきたい。そしてそれに、そのことを大阪で実行してきたのが大阪維新の会なんです。今回の衆議院選挙は憲法9条が争点となる初めての国政選挙であります。国民の皆さんが願う自衛隊の役割は災害が起こった時の救援であり、日本が攻められた時に日本国民を守る、そこまでです。地球の裏側まで行ってアメリカ軍と一緒に行動することを国民の皆さんは望んでおりません。学校の先生全部でないとしても、子どもたちの教育の中で自衛隊は憲法違反の存在だ、教室で教えているではありませんか。日本国民の日本国民による日本国民のための憲法、これを作り上げようではありませんか。